の夜を彩る京都五山の送り火。京都の街と炎はとても縁が深い。三島由紀夫の小説「金閣寺」は実際に起きた事件がモデルとなっている。金閣寺の美に取りつかれた主人公が金閣寺に火を放つ。三島は一人称の文体で金閣寺放火に至る経過を精緻に描いた。事件と小説の決定的な違いはラストシーン。金閣寺に火を放った後、主人公の心に浮かんだのはこの言葉だった。生きよう。Les feux de Kyoto. Vision.